5年生の時です、ね、太平洋戦争が始まって学校ではあのこれを防空頭巾を作ってこいということで防空頭巾を作ったりそれからあの肩から下げて逃げられるようにカバンを親に作ってもらえていうようなことを言われてあの5年生の頃から少しずつ 戦争になったんだなあっていう。感じがしましたね。で、そのうち。あの。だんだん。アメリカが強くなってきて。ラジオで。放送されて。あの警戒警報発令というようなことを放送されたんですよね。で。あの。昼間は。いつでも。うちから。 さっきも言ったような。防空頭巾とカバンを持ってくることっていうので、ランドセルを背負ってその？いざという時のということで手、手ぬぐいを今のようにタオルというのはなかったんです。昔はね。だ手ぬぐいを包帯にしても頭を怪我をした時のあの。臨時の包帯の代わりになるようにと言って。 手ぬぐいを1本入れれさせられました。その6年生ごろからかなか配給というし決まりになって家族に従って大人,に大人とそれから子どもも年齢によってお米の配給量が違うんです。物はだんだんお醤油なんかも色のついた塩水ですね。 醤油という名ばかりであのお塩にちょっと色をつけたものを醤油として売ってたというようなことであのこれも並んんでで買ったんですねでお米ももちろんあの配給では足りないので田舎のお百姓さんのところへ内緒でそ,その時期に闇米っていうのが流行ったんですよね。で,闇であの配給所へ行けば あの配給のその人数によって、それから年齢によって1ヶ月いくらなどのくらいっていうような決まりがあって、それしか買えないんですよ。で足りないものはさつまいもとか。大豆をあの庭に狭いで。狭くても土地のある位置はみんな。そういう風にトウモロコシを作ったりして、食料の補充をしてました。で、私なんかはあのまた5年5年生から。 お裁縫ってのをやんですよ昔ねであの縫い物はこれぐらいはできるけども立つことはできないので親が作ったのを着せてもらって学校へ行くのに最初は私は学校あの今の参考の前身なのであのセーラー服であのかっこいいので参考にあの私は憧れて入ったんですよね。3本のあのあ白い、うんせ 線が白線でここにこう赤いリボンのネクタイに憧れてで下市だからあの近くで通えるからっていうので4年間入った時には四年5年制度になったんですけどもそのうち戦争になっちゃったんですけどそういうようなことであの制服があったんですが2年生になった時に。 もう戦争が激しくなってきてこういう制服は着てはダメだということでそのさっき言ったこういうあの親の着ていたあのかすりのような古い黒っぽいその荒物では作れないから古いものを加工して学校へ行くのにはそれを着なければならなくなったんです夏になったのに白いものは着ることは禁じられてましたそういう時代です。 あの勉強よりも仕事ですね1年生と2年生は農業動員と言われました下地の日清工場へ3年生あたりは行ってましたので私たち1年生ちょうど1年生の時はまだまだあの少し楽だったんですねでもあの働くことをさせられて何をやったかっていうといつでも思い出すんですが。 あの畑作りをさせられましたね。畑を作るのには肥料がようですね。で肥料は今だったらお店に買いに行けばいいんですが。その当時はあの堆肥作りをさせられました。八月の一日の時も。あのとうとう水戸も来るようになっちゃって。あの夜。 8月1日の昼間から何べも来るので飛行機が前ぶれのように来てビラを巻くんですよ、ね。そして今度は水戸はやるぞというようなビラが来たというのでああ明日は来るぞって町内で騒がれている時にちょうど1日から2日の夜明けにかけて「あの空襲だぞ早く起きろ空襲だぞ!」という近所の人の声とそれから 家の両親から叩き起こされてあの逃げることになりました。西の方には日赤病院があって重要なところがあったので、日赤というのはあの世界中で決まりで日赤という印のあるところは攻撃してはダメだっていう決まりがあったそうですね。でも水戸の場合は日赤のもう狙われてあの全部周りから。 包囲されたような感じで、私の家もあの起きた時にはもうすでに火の手が上がってましたでそこから逃げ出し始めたんですそれからあの日清製粉のところにも焼夷弾がどんどん落ちてこれなんですねドロドロした油が入っててでここに綺麗の,、うん、キの畑の綺麗のようなものがこうくっついてて落ちると同時に発火するようになっていたのでそのメラメラと あのそのきれいに火についた後に油に火がついたのが空の,あの B 二重あたりから落ち,落ちてくるわけですね。とその逃げる時にもうすでに頭の上から焼夷弾がどん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 落ちてくるもんですからあの川の方へ行ったらその先も川中川ですからあの行くところがなくなっちゃったんですね上からはあの焼夷弾が落ちてくる。その火を見ながら、 あのコトブキ橋っていって勝田の方へ行く橋がその頃木の橋があったんですねその木の橋を渡って川の向こうへたどりやっとたどり着いて川の向こうの土手のところにやっとたどり着いて水戸の方を見てああ水戸が焼けてるっていうのであの。 逃げていったところに2人でガタガタ震えながらあの火が消えるまで待ちましたそういう経験をしました今でも戦争のことを思い出すとつらいです話し合いでモてれば話し合いで解決して武器を使ったらもうおしまいですよね 原子爆弾で8月6日に広島8月9日に長崎ってあの化学兵器のために何万人という人が亡くなったので水戸はまだそういうものをやられなかったから焼け死んだくらいですけどもこれからはもっともっと戦争になったら化学兵器が横行するのが見えてますから戦争は絶対にやってはならないと私はもう切にお願いするわけです。